岸なく泳ぐもの。1、どうかなる。そのうちにはどうかなってゆくだろう。政元が時勢に頼んでいたのは実にそれだけだったけれど、どうにもならない日がついに来た。昨夜からまだ解決を見ない苦悩と困憊の色を古池の不遂のようにたたえたままでいるこの氷上の間の人々にも、もちろん一般の責任はあることだった。いや、主家の滅亡は自分たちの滅亡でもある。もう明日を頼んではいられない難関がここ一心の上にも覆いかかってきたことは争えない。問題はこの際小寺家の後輩をいかに決めるかであった。二分してみれば、この先もあくまで毛利家に組みしてゆくか、それとも織田信長の新しい勢力と結ぶがよいかの両論に分かれる。このほかにまだこの後になっても、いずれとも態度を明らかにしないで毛利家には旧来のごとく威信のない手を示し、もし織田勢が攻め入ってきたら、その時はまたそれに応じた策を取ればよいなどという依然たる旧態の保守一点張りな老臣組もあったが、いかに時流に疎い政元の目から見ても、そんな小策やことではもう到底毛利家とて釈然足らざることはあまりにも明快であった。なぜならば、すでにおとといからその毛利輝元の使者が城下の一寺院に宿泊して、抱くか否かの返答を待ち受けている。抱くならば改めて芸州吉田城へ人質を入れられよ。拒絶とあればそれもよし、二度と使者としてはこの蕃州へ来ないであろうと、十分な威嚇を口上にも含んで輝元の書簡をも同時に小寺政元の手へ呈してあった。愕然色を失った政元は、今始まった問題のようにやらいにわかに一族や主なる家臣を集めて、どうしたらよいかを人々に問うたのであった。諮問を受けた面々もまた軒に火がついたような困惑を顔色に燃やしながら、もし信長が中国へ軍を向けてきたら、真っ先に踏み潰されるのはこの辺の第一線である。しかも今川武田をすら打ち破り、京都の幕府勢力まで駆逐した彼、決して侮ることはできないというものもあり、また頭から否定して、たとえ織田の軍勢がどれほど来ようと、毛利の勢力は秋須王をはじめ山陰山陽の十二カ国にわたっている。瀬戸内には村上来島一族の水軍も味方に控え、大阪の本願寺衆とは固く結び、摂津その他所在の内容も少なくない。なんで元就公以来の固い地盤が揺るぎでもするものか。まして東条は旧来から毛利家の秘官としてこの地方を領してきたお家柄でもある。何迷うことがあろう、どんな人質でも静止でも入れて、その代わりにご女性を仰げばよい。これは明らかに C の情勢を無視して、ただ毛利家の兄弟のみを頼りにする者の言葉だった。この場合の気球がその程度で切り抜けて浮かれるものなら、政元とて元よりそうすることに意義はあるまい。けれど実際の情勢は決してそんな生易しいものでも簡単なものでもなかった。それとその説を主張する一部の言は、あまりにも信長の勃興勢力というものを過小に見ている嫌いがある。その証拠には織田軍の災禍を仮にとか、たとえ来てもとか言っているが、織田対毛利の衝突は今や必然的であり、しかもそれは明日に迫っている空気なのだ。決してもしやと言えるような生ぬるい情勢ではない。2、今年天正3年のつい先月5月の初めには、信長は岐阜を出て徳川家康とともに高山の精鋭武田勝頼の大軍を長篠に破ってもう岐阜へ凱旋していた。彼の兵馬は一定の方向を持たない旋風のようなものだ。昨日北越に上杉勢と相打っていたかと思えば、たちまち伊勢の一騎を打ち、また帰って豪州の浅井をほふり、転じて朝倉を滅ぼし、さらに叡山へ火の手をかけているという疾風甚大ぶりである。そして抜本的に中央の岩足利八世以来の幕府勢力までことごとく京都から追い払ってしまった彼である。岐阜は遠いなどと考えていたら大間違いのもとである。
枝葉と戦わず根を抜き去る。これも信長の戦いに見られる手口の一つだ。誤って数年来、彼は火元の炎に水をかけず、炎の影の映るところへばかり兵を向けて、あわや本命に疲れかけようとしていた。伊勢、甲州、北陸、諸国に放棄しては彼を苦しめた宗門の一揆は確かにそれだった。彼に滅ぼされた今川、斎藤、朝倉、佐々木、六角、浅井の諸家の残党や亡命将軍の義明を操る各地の藩校もそれと同じ性質のものだと言えないことはない。ではこうした炎の変影でなく真に燃える力を持つ反信長の火元は一体どこにあるか。聡明な彼はすでにその所在を今日では知っている。莫大な信徒と浮力と、しかも兵力さえ持っている大阪石山の本願寺か、いやその本願寺にしても、それだけの伽藍勢力だけではこう何年も信長と対立し、信長の統合を根底から妨げるものとはなり得ない。一応は本願寺衆の不屈な反抗も認められるが、その背後にあって陸路からまた海上から彼らの物心両面にたくましい補給を与えているものこそ、実に信長がいつかは必ずと心の中で睨んでいるものに違いなかった。それは山陰山陽12カ国の布教を要している毛利一族なることは言うまでもない。表面織田と毛利とはまだ交戦状態に入っていないが、安安里の戦闘はすでに何年も前から行われていると言っても過言ではない。摂津から山陽方面にかけての豪族たちの抱き込み、物資の争奪、密偵の往来、また旅人を用いての流言戦だの血を流す以外のあらゆる部面ではもう全く戦っているのだ。もちろん孫の国交はとうに断絶しており、関所の要害は海路まで厳密を極めている。とりわけ両勢力の中間にある軍省国家ともみなせる多くの古城の持ち主や地方豪族の切り崩しには、除染の前の予備戦としてあらゆる手段が尽くされているらしいのである。たとえその中に巻き込まれている一豪族でも、すぐ隣村の豪族は毛利加担か織田の味方か、またわずか川一つ隔てた古城の性格でも、一体そのいずれに組みそうとしている腹なのか、ほとんど表面的な動きだけでは誠を牧することはできないような情勢にある。例えばこれは大半だが、この播州五着からはすぐ隣国の宇喜武にしてからが今のところでは毛利方と見られているが、果たして不変なものかどうか、密偵の情報などによると甚だ疑わしいものが感じられるのだった。そこでこう見回せば見回すほど、この地方の城主たちは全く帰するところに迷っているというのが、まず誤りない実情だったのである。一人この五着城と小寺政元だけのうろたえではなかった。3。だから私が早くから言わないことではないでしょう。どうです。今年まだ30歳になったばかりの若い家老職、黒田官兵衛、当時まだ主家の姓を受けて小寺氏を称するも、紛らわしきためここにはその本性を持ちう。彼だけは昨夜からこの席にいても、至って超然たる風を示していた。政元から名指しで官兵衛の意見はと問われても、常に申し上げている以外に何もこと改めて言う意見もございませんとしか答えなかった。そしてニヤニヤ笑って誰彼の言葉を黙って聞いている。またひょいと鋭い目を向けて唾を飛ばして言う者の顔を見つめる。これでわらちがあかんでしょう。明け方ごろ主人の政元へ就寝を勧めたが、老身の倉光政俊が目に角立てて、まだご評議の一決も見ぬうちに、おねみあれとは何事だ、それでもそこもとは補佐の任をなしていると思うておるのかと手厳しく決めつけられ、官兵衛は素直にはいと言ってうつむいてしまった。そのうちにいつの間にか姿が見えなくなったのである。もっとも交代で朝食へ下がってはまた席に帰っていたので、彼もそれで立ったものと思われていたが、日が高くなっても昼近くなっても戻ってこないので、大いに彼の身体を疑う者が出てきたわけである。けれど政元だけはさすがに若い彼を過労に抜擢したほどだけの知己である。他の家来が疑っているようなことは
毛頭を考えてもいない風だった。やあご一同、やっとご家老のお姿が見当たりました。その時、末席の板淵まで侍小頭の室木才八と今津源太夫の二人が戻ってきて、座中の人々へこう明るく報告したけれど、その声の方へ瞳を集めた老身以下すべてと言ってよい一同の顔つきは、決してそんな気軽なものではなかった。幾人かの白い眉の動きは、強いてその眉にしわを寄せて、何おられたと、一体今までどこにおられたのかと、あえて難しくことを取り上げた。才八と源太夫は顔見合わせてやや口を濁しかけたが、是非ないように、太鼓櫓の上におられましたと包みなく答えた。老身は畳みかけて、なんじゃ太鼓櫓にいたと、それは誰と。お一人で。して何のために。お眠りになるためらしく思われました。呆れた。いやはや言語に耐えたことだ。そして官兵衛殿はどうした。もうこれは来られないとでも言っているか。いえ、居眠っている間に蜂にまぶたを刺されたそうで、ただいま顔を洗って公約なりと張ってからまたお席へ出ると申しておられました。呆れたともけしからんとも、もう言うものさえいなかった。